ノージェフです。今回はこのビフォーコロナの時代からアップトコロナ、ポストコロナの時代の教育の変化を語ってみたいと思います。はい、東洋の死後方式と西洋の死後方式は大きく違いがありますね。西洋の死後方式は基本的に生きることとは何なのか、なぜ生きるのか、存在はなぜ存在するのか、存在とは何なのか、 Why と What を優先する思考ですね。現実を否定するような感じですね。この現実は結果物だから、どこから来たのって、だから現実をどんどん分析すること、細かく分けて整理する思考ですね。東洋はどう生きればいいの、How を強調しますね。どう生きればいいの、 How だから全部まとめますね、大きく大きく。その死後の特徴がありますね。その中でビフォーコロナの時代では、東洋だろうが西洋だろうが、その意味価値を追求する世界です。全体主義は全ての観点判断基準が王様神様、これが絶対ね、客観的真理は一個だけだって、その世界から今の個人主義ですね、ポストモダニズムとか、一人一人の観点判断基準を全部認めましょうって、多様性多元性を大事にする、それに無限大ですね、一人一人が持っているものの見方を大事にしましょうって、その状態ですね。これがビフォーコロナの時代で、ね、起きている現象ですね。ビフォーコロナの時代の当たり前は、自分と自分が見ているこの世界があるのが当たり前、実在するのが当たり前です。この言うが当たり前の時代だから、目で見て自分が実在するのが当たり前、その世界からこの飛んでいく弓矢を後ろに一番引いて健全的動き、それが基準点になるアフターコロナですね。一つしかないから、境界線もない、方向性もない、ね、ポジションもない、あの状態の健全的に動きになるから、アンコンタクトの認識の世界です。そうなった時には、今まであるのが当たり前の時代からないのが当たり前ですね。これをね、ディープエンジン、相対比較して、あの人よりもっといい家、もっとおいしいものとか、相対比較で高さの幸せが基準点になっているその世界だったら、このアフターコロナの世界はディープですね。深さの幸せ成功、自分だけの幸せ成功じゃなくて、みんなが幸せ、自分の周りのみんなが幸せ成功を誘導しながら、自分も幸せ成功になる世界ですね。全てがつながっているその世界、ディープエンジン、ディープラーニングですね。教育に大きく変化が起きるキーワード自体は、自分と自分の宇宙が実在するのが当たり前の世界から、実在しないのが当たり前ですね。人間一人一人が幸せであること、幸せの存在であることを教育で責務を取るんです。出発が幸せの存在です。丸から丸々の変化ですね。今までのビフォーコロナだったら、自分は幸せじゃないから、成功じゃないから、成功するために頑張る、その世界だったら、こっちは自分は幸せの存在だから、存在そのものが常に全てが満たされてる、だから生きることは楽しむこと、祭り、遊び、ゲーム感覚です。チームプレーを一番優先して、みんなを楽しむことができる教育に変わる。だから今までは個人の幸せを諦めてるその教育だったら、アフターコロナの時代は出発が幸せ、本当の自分と出会った時にはもう自分が好きで好きでたまらないぐらい美しい存在、神秘神聖な存在、それが人間の楽しむ世界ですね。幸福を放棄しているビフォーコロナの時代から、個人の幸せに関心がなくて、集団組織の成長ですね、 GDP をどう増やすのか、個人の規制にした、そんな教育じゃなくて、我慢して秩序を作るやり方じゃなくて、人間一人一人の無限の可能性を爆発させる、我慢しない
基礎の作り方に変わりますね。知ってる世界からチェル、治癒になる世界、無意味の意味、無価値の価値がアフターコロナの時代の一番重要な中心価値になりますね。ビフォーコロナは意味価値ですね。いつも意味価値を追求してきました。自分と自分の宇宙が実在するのが当たり前だから、人間の脳が認識する意味価値のレベルだから、明確にこの健全的な動きを使うができるこの状態になってくると、コロナのウイルスだけじゃなくて、実は脳のウイルスがもっと強烈な人間の心を不幸にさせるウイルスだったんだ、実は人間の体自体がウイルスによって出来上がっているウイルスの集合体だったんだって気づきますね。心が脳のウイルスから自由解放できている世界、心の幸せが当たり前、これがアフターコロナ、アンコンタクトの時代ですね。経済の世界では世界基軸通貨がありますよね。ドルが個人の幸せを当たり前にさせるアフターコロナの時代の教育は、世界基軸教育が当たり前の時代です。世界基軸教育、これをアフターコロナの時代に75億はみんな共有できる、そのことが世界基軸教育ですね。今まで国家民族宗教に任せている教育を75億は共有できる、共感できる、世界基軸教育が誕生する。世界基軸教育によって75億がみんなウィンウィンオールウィンで生きる時代は教育の変化です。それが教育がやる仕事だと令和哲学ではそう言ってます。ありがとうございました。